ボウボウティービーエビテイーん HelloYouTube はい今日皆さんにご紹介するのは「ゆくきんまた」 麻雀大勝ちしました、です。えぇーすごいイェーイ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 一体、私、麻雀でどれぐらい、 またもや大勝ちしたのかという。たこちら、ズンプラス29,200ポイント勝ちました、えー。お金はかけておりません。えー 純粋にポイントのみを争うマージャンバトルを楽しませていただいております。結果、プラス292点。292点。まあ、えー、我々同士でポイントを争うという <laughs>、ね、勝負をしているので、かける100して <laughs>、292点は、 二万九千二百ポイントということになりまして <laughs>。<laughs> なんで、<laughs> かける百するんだ。点からポイントになるからです。そう。二万九千二百ポイント勝って、前回覚えてるこの間。えー、三万八百ポイント。買ったわけよ。<ー>合わせるとちょうど六万ポイント。 <laughs> たったの3日ほどで、6万ポイントゲットですよ <laughs>。これは嬉しいね。6万ポイント、大変よ。6万ポイントゲットするって。そうでしょもう、私は麻雀極めちゃったんじゃないかな。おそらく。 ジャン性。麻雀の、聖なる、麻雀打つ人。ジャンセジャン性名乗っていいと思います。ジャン性行く。杉並区、40代、ジャン性。<laughs> それは、私です。いやー、今回もね、ビリは、まあまあ、 四茶四茶はよ意外と3回取っちゃってるけど。まあね、トップは、1、2、3、4、5、5回取ってるし、それ以外が2位いっぱい。まあ良かったんじゃないでしょうか。前回もそうだけど、チップが90以上だから <laughs>。で、かわいそうなのが、私の隣の青,青マーク、ツイーツマークの人。 マイナス4万1400ポイント。<laughs> かわいそう。トップ1回戻ってない。この間の R 2さんじゃないんだけどね。まあね、誰かが大きく勝てば、誰かが大きく負ける。こういうもんですよ。男性相手にした、この面々が悪かったんじゃないかな。<laughs> えー、私は、 M リーグでやってった方がいいんじゃないでしょうかねえぇで。こんだけ男性なからにはまた大勝ちしたらご報告させていただきます <laughs> <laughs> M リーグ登録してね。